なこう状況であれ、今回チャンスが巡ってきたっていうのは、まあ私にもいい風が吹いてきてるんだと思うので、まさかこういきなりシングルのタイトル戦をできるなんて思ってなかったので、これは絶対勝ってベルトを巻いて、あの尾崎のもうやりたい放題を止めるのは、ね、今度はもうこの私だと思ってるので、次は必ず勝ちます。応援してください。そんなもん秒殺じゃボケ。